1903年の地図主社軍は、ロシア帝国及びアゼルバイジャン民主共和国の軍。主社をその中心とし、1840年に設置されてからは主にエリザベトポリ県へ属した。1813年にゴレスターン条約によって、ロシア帝国の領土とされるまでは、ガージャール朝の下でカラバフ半国の中心地域であった。同地は1822年から、 ロシアの支配を受けるようになり、その後、主者軍が1840年4月10日に形成された。所属は1868年からエリザベトポリ県へと移されている。会の行政区画は当初、ミグリン、ケビルリン、ザンエズル、ジェバンシル、チェリビト、バランジンの6つの区に分かれていた。しかし1867年12月9日の、 カフカースザカフカース地方の管理の変更についての法令に基づき、ザンゲズルクはザンゲズル軍として主者軍から分離、昇格した。そして1873年にはジェブライル軍とジェバンシル軍もまた主者軍から分離している。1917年にロシア帝国が崩壊してからは、一帯はアゼルバイジャン人とアルメニア人の間で軽装地帯となっていたが、 1919年8月に、主社軍は、ジェブライル軍、ジェバンシル軍と共に、アゼルバイジャン民主共和国の勢力下に入った。エリザベトポリ県においては南部に位置し、東側で、バクー県との県境を持っていた。南西部では昇カフカース山脈を、ザンゲズル軍との境界とする。反対に北東部は低くなっており、ハチンチャイ側が、ジェバンシル軍との境となる。 面積は四千三百十六平方ベルスター。九百十三年の時点で、主者軍は、アグジャベジ大地、アグダム、アザフ、アファトル、アブダル、アフメトアガル、アラスパルル、アルバドゥズ、ベイサル、ウチオグラン、エンギケンド、オフシャル、カジャル、カラダグル、カラドラグ、キアスル、キアマジンルサフォルアリベカ、ギュネーチェルタズ、ギュラプル、 ギンダルフ、ケシシュケンド、ゲシャン、ケリベンジケベルルイ、ケラベジン、ゲルゲル、ケンゲルル第一、ケンドフルト、コガ、サリジャル、ザリスル、ザンギシャル、シェル、シズニクベルフニー、シフリルカラベンド、ジャミアト、シュシケンド、センドル、ダシュブラグ、タガベルト、タグ、タルナウト、チェナフチ、チェマンル、トイラン、トゥク、トシャヒチェバニク、トシノブルズル、ハナザフ、ハナバド、ハルファランジンル、 ハンケンド、ヒジルル、ピルジャマル、ヒンジリスタン、ホジャベンド、マリベグル、マルゼル第イチ、レムバランの58の村に分けられていた。1897年の国勢調査によると、軍の人口13万8771人の、うちアルメニア人が58.2%、アゼルバイジャンタタール人が41.5%、ロシア人が0.3%となっている。 19世紀末における主要な産業は、養蚕や綿花、ワイン用の葡萄の栽培などであり、その他に牛や羊の放牧、羊毛を利用した手工芸などが盛んであった。反対に工業はほとんど発達していなかった。ありがとうございます。